中継の結果をお知らせします。ジャッジ A 19対20、ジャッジ B 18対20、ジャッジ C 18対20、以上0対3をしまして、青岡田選手の判定が決まります。30秒。これいいじゃん。
ラウンド2ラストラウンド。中継の結果をお知らせします。ジャッジ A 20対18、ジャッジ B 19対19、ジャッジ C 20対18、以上2対0をもちまして赤若林選手の判定が終わります。以上をもちまして本日の試合は全て終了いたしました。